はい、とも海です。本日もサクッと育成ストーリー続きからやっていこうと思います。はい、今日も可愛らしい女の子たちを立派なね大人に育て上げていきましょう。スタート。ダンサー、うおー、いきなりダンサー、もう立派すぎん？すごいキラキラ輝いてるじゃん。愛しい我が子、世界一のダンサーに育てるぞ。可愛い、めちゃくちゃ笑顔が可愛い。もうダンサーだよ。もうこの時点でもうね、ダンサー。ダンサーではないか。妖精ギプス、ガラガラ。こんなん絶対ダメでしょ、赤ちゃんのうちから。あ、だよね。なんかすんごいマッチョになったけど、ダンサーというよりなんかプロレスとかそっち側。ギプスのせいで体が強靭に育ち、格闘家を目指すようになってしまった。私より強いやつに会いに行く縁だ。かっこいい。私より強いやつを探しに旅に出たみたいな、めちゃくちゃかっこいいじゃんそれ。格闘家すごいけどね、格闘家になるのもすごく立派なものね、道だけど。じゃあガラガラね。はい、これでなんでガラガラすることでなんかダンス関係あるのかな。ガラガラで遊んでいるうちに大人顔負けのリズム感を発揮。体の動きが自然とダンスに。これは将来ビッグスターになるかも。なるほどね。ガラガラって音に合わせて体も動いて、なんかリズムが、つかめるって感じね。友達と喧嘩しちゃったみたい。どうやって励ます？なんか全然喧嘩してるイラストじゃないから、あんまりね、喧嘩って感じしない。プレゼント、一緒に踊る。どうやって励ます？一緒に踊るでしょ絶対これ。プレゼント、あ、なになに。可愛いけど、可愛くなったけど、これは何？欲しいものが手に入らないとすぐダダをこねる子になり、将来的にパパ活にまで手を染めてしまったエンド。わ、これはちょっと悲しいね。パパ活しちゃったんが、わー、しかもね、手に入らないとダダをこねるってちょっと厄介ですね。わがままこっちゃんになっちゃった。じゃあ一緒に踊る。おー、うわ、いい、いや、こういうダンスの格好っていいよね。なんかめちゃくちゃ可愛い。踊っているうちにすっかり笑顔に。友達とも踊って仲直り。ダンスのことが大好きになったみたい。友達も踊って仲直りしたんか、すごい。友達もダンス好きだったんかな。好きじゃないとね、何してんのってなりそうじゃない。え、でもすごい、ダンスでね、会話をしてるみたいな。ダンスは友達みたいな感じ、もしかして。わ、素敵だな。高校に進学、何部に入る？野球部、ダンス。ここで野球部に入ったらちょっとびっくり展開すぎるけどね。あ、マネージャーってことか。どうしたの？なんかびっくりしてる。マネージャーになったけど、部員たちが彼氏の座をめぐり仁義なき戦いを始めてしまった。私のために争わないで、エンド。お前ら野球しろ。女めぐりすな。もう彼女欲しいだけなんかい。野球に集中しな。そんな、まあマネージャーって少ないからね。そこでも別にクラスとかに女の子いるでしょ。じゃあダンス部。はい、うおー、すげえ足、すげえ柔らか。部長になって笑顔でみんなを引っ張り全国優勝。パフォーマンスが SNS でも話題になって、今やカリスマインフルエンサーに。すごー、まあ、全国優勝のね、部長だったら、まあ、注目寄せるだろうしね。すげー、うまっ、かわいい、めちゃくちゃかわいい。ポニテいいな。いや、ポニテキャラってなんかいいな。将来の進路に悩んでるみたい。どっちを進める？自分の道、大手芸能事務所。え、自分の道でしょこれは。自分が行きたいって、やりたいって思ったこと、こっちが正解。あ、え、しかも何、大手芸能事務所ってダンス系じゃなくて事務系なの？付き人スタートだけど、先輩にいじめられ一向に日の目を見ず、ついにはプロダクションがスキャンダルで倒産。夢も希望も擦り切れたエンド。うわ、不幸が不幸を呼んでる。きつ、これ。いじめられてってことは実力あるのに表に出されなかったとか、そんな感じかな。うわ、意地悪いな。もう潰れて当然だよ。で、自分の道行こう。ダメダメ、もうあんなね、芸能事務所。いや、なんかかっこいい。どうしたの？なんかキャリーバッグに乗っかって。世界中で現地の人とストリートダンスする動画が億バズ。億バズ。全ジャンルのダンスを極め、世界一のダンサーに選ばれた。おめでとう、すっげえ。いや、で、ストリートダンス、そういう道もあるんか。なるほどね。いや、自由にね、自分の好きなことで生きるって感じがして、めちゃくちゃね、キラキラしてる。かっこいい。めちゃくちゃかっこいい。医師、お、次は医師ね。はい。早期教育で賢い子にしたい。この CD を聴かせよう。
アイドルソング英会話。あれ医師ってなんかしなかった？いやしてないか。アイドルソング、あ、いやこれ絶対なんか見た見た見た、あれやってるよこの問題。はい、では次貴族からやっていこうと思います。もしかしたらアップデートが入ってたのかな。貴族の家柄にふさわしく育てたい、どんな食事を与えよう。なんかファンタジーな世界みたいな感じになったね。かわいい。ケーキ、コース料理。まあコース料理、どっちなんだろう。コース料理だよね。ケーキとかだって体にこればっかだと、そうだよね、虫歯になっちゃうよね。うわー、なんか痛そう、腫れ上がってる。パンがなければケーキを食べればいいじゃない。この貴族を真似したら娘が虫歯だらけに。やば、パンがなければケーキって、本当にこうやってケーキあげる人いるの。じゃあコース料理、はい、ケーキた、まあ貴族だから高いとか関係ないのか。わーすごいお上品。ごちそうさまでした。早くも完璧なテーブルマナーを覚えた。うわー、えらい子やな。これあれだよね、食べ終わったらこっちに寄せるみたいな、なんかあるよね。お口もねこうやって上品に拭いて、いやいい子やわ。娘にペットを飼いたいとねだられた。それなら馬、ペットロボット。どっちだ、馬って一瞬思ったけど、でペットロボットこっち違うんじゃないかな。あ、うーほ。どうしてどうして、いくらねロボットかだからってそんなんダメだよ。また壊れちゃったわ、新しいの買って。ロボットだからとペットを使い捨てに、こう傲慢でわがままなお嬢様エンド。最悪。クソ性格歪んじゃったじゃん。なんでペットロボット買っただけでこんな性格歪むことあるんだね。じゃあ馬、お馬さん、うおー。貴族だ、もうファンタジー世界の貴族だ。上流階級の他のたしなみといえば乗馬。娘は趣味と動物を愛する心両方を手に入れた。あ、よかった。動物を愛する心ちゃんと手に入れられたのね。ペットロボットだとね、もうお粗末にしてたから、よかったよかった。かわいいな馬ね。最近は映画鑑賞に熱中している様子。娘が見てるのは歴史映画、コメディ映画。あ、まあ歴史じゃない、なんかお上品な感じで、いやコメディがあれってわけじゃないけど、ま、ちょっとか。一気に変わっちゃったね。ブブブブブブブ。映画に感化され変顔やギャグを連発するように。これじゃ嫁に行かせられないの。変顔のレベル高い。すげえ、コメディ映画一本見ただけでここまで影響される、もう素直な心ですね。純粋だよ心が。じゃあ歴史映画、はい、うわー、何、なんで歴史映画を見たのとコメディ映画でこんな変わるんだ。映画の影響で歴史や海外の文化に興味が出たようだ。どんどん教養を身につけている。うわは、もう高嶺の花のね、クラスのクラス一美人の女の子じゃんこんなんね。うわ、かわいい。時が経ち無事に娘が成人した。これでお祝いしよう。カップしたけワイン。あ、右でしょうね絶対貴族なら。おお、あれかわいいけど、かわいいけどめちゃくちゃ酔っ払ってる。ぐっはははは、たまには庶民の真似もいいな。一家揃って唯一無二ヘベレケエンド。あ、これ家族、お父さんとお母さんかな。みんな酔っちゃった。まあたまにはいいんじゃない、こういうことしてもね、ずっとね、もうこんなお上品に頑張ってるから。じゃあワイン、うわー、もうどこまでも美しい。立派なレディーに成長した娘、20歳おめでとう。親子一緒に娘の生まれ年に作られたワインで乾杯。おしゃれすぎんだろ。何、娘の生まれ年に作られたワイン。すごいな、やっぱ貴族の発想ってなんかいろいろすごいね。もう全部がなんだろう、一流上流というか、すげえ。もう世界が違うわ。わあ、よかった、かわいい。もういつまでも美しかったね。作家、お、作家いいんじゃない？かわいい我が子、芥川賞を取れる作家に育てるぞ。お、絵本、ゲーム。まあ絵本だよね、作家ならゲーム。まあ、ゲームはゲームでね、なんかいろいろ感性身につきそうな感じするけど、なんかどうした？ゲームしたらなんでそんな悪顔になった？作家？何それ美味しいの？ゲームばかりで本なんて見向きもしない。本を投げるのはやめて。エンド、本は投げるな。ゲームはしていいから本は投げるな。どうして？ゲームしてこんな性格歪むってどんな極端なあれなの？
じゃあ絵本。あらかわいい、あらかわいいね。何そのちょっとクロスした足、え、めちゃくちゃかわいい。しかも水色のランドセルっていうのかわいいね。赤ちゃんの頃から読み聞かせていたら本好きに育ったね。作家を目指してくれる日は近いかも。めちゃくちゃ誘導してるね。どうするの、作家じゃなくて別のことになりたいって言ったら。ちゃんと応援してね、その時は。作家になりたい。夢を語る我が子に何を渡す？え、スマホ文豪セット。まあ、こっちですよね。え、すごい。こんな子供の頃にね、作家になりたいって。あははは。なんだこれは、不女子になったとかそんな感じ？やっぱりそうだ。男の子同士の恋愛素敵。サイトで見た BL にハマっちゃったみたい。そっちじゃないエンド。確かに、もうスマホだといろんなねもの読み放題だからね今。もういろんな漫画アプリとかでも、あ、確かにこういう道すぐ見つけられるよ。じゃあ文豪セット、はい。お、なんかかっこいい。めちゃめちゃ作家さんっぽくなってる。万年筆に原稿用紙、気分は文豪、形から入るのもありだよね。ますますやる気になったみたい。かっこいい、そのね、このペンがもうもろって感じ、すごい。え、気になる文芸部男子とデートだって。どこに行くの？お、気になる文芸部男子、彼の家、いきなり。これ彼の家は早すぎ、うわなんかビッチになっちゃった、もしかして。あカレピラブー、お付き合いすることになったけれど彼氏と過ごす時間ばかり、作家の夢忘れちゃったのエンド。まあこれはこれでね、幸せならいいとは思うけどね。でも彼氏がいないと何もできないって子になるのはさすがにちょっと心配だな。じゃあカフェでめちゃめちゃラブラブだったね。あら、もうかわいい、いちいち服がめっちゃかわいいんだけど。素敵なカフェで楽しめたみたい。作家になりたいと話したら応援してくれると言ってもらえたって。恋も執筆も頑張って。めちゃくちゃいい彼氏じゃん。いい、もう大事にしなきゃねこれは。コンテストに出すよ。テーマは何にする？恋愛社会問題。これはさ、彼氏ができたから恋愛なんじゃないのかな。だからこっち正解。はい、あ、こっちなんだ。恋愛ではないか、恋愛ルートで行くわけではないのね。受賞おめでとう。新たな視点から切り込んでいるのが素晴らしかったって。これからもたくさんの素敵な物語を書いてね。わ、おめでとう。これは嬉しいね。もうほんと子供の頃からね夢だったもんね。それがこの形でね、実現できるってめちゃくちゃ立派だ。じゃあ恋愛はだ。何が起こった、どうした、はい、落ちちゃった。きっと経験が足りないのね。恋愛の経験を積むといっていろんな男性と付き合うようにとんだ悪女になってしまったエンド。どうしてあんなに彼氏のいい彼氏をねゲットできてたのに落ちましたね。落ちるとこまで。